西に行けばベルガード門にはすぐにたどり着けるが、そうにゃ司令がいるとなるとさすがにその勇気はねえな。確かに。とにかく行ける範囲内で探索してみるしかないね。国防軍の装甲車が通ったら身を隠す必要がありそうだけど。そうですね。ソーニャ司令官、なんとかコンタクトが取れるといいんだけど。チャンスです、皆さん。
任せろ。ぜ任せてくれ。えいっ、よし、もう大丈夫だ。降りかかる火の粉は払うまで。俺の番だな。これで終える。はい。お任せよ。ありがとう。行くぞ。行くぞ、まだやれる。立て直しましょう。まだやれる。それ。サンクス。まだまだ。まだやれる。せい、はい。すまない、マジかよ。行くぞ。
私の番です。バースト発動。承知しました。覚悟。
ましょう。さようなら。えいはっ。に行くぞ。チャンスだ。よし、私の番です。そこです。迎撃完了。先に行きましょう。やっはっ。
了解。お待たせしました。やっやっ、私の番です。バースト発動。了解。行くぜ。ほら、俺の番だ。やっほ。さてと、そこです。勝つぞ。はっ、任せろ。ぜ、行くぞ。私の番ですね。せい。よし、せい、ほう。その程度じゃ俺たちは止められない。Hey, hot!
畳みかけるぞ。了解。お待ちしました。はいはい、ここだ。俺の番だな。せいりゃ。はいはい。戦闘終了。気を引き締めないと。完全に撤去されたんですよね。ああ、破片とかの類も一通り片付けられたはずさ。しかしあの事故もかなり大元だったはずだが、強烈なことばかり起きたせいかいまいち印象が薄いよな。確かにね。大陸横断鉄道も現在は完全に運行を休止しています。たまに国防軍の貨物列車が通るくらいみたいですが。なるほどな。待て、ということは線路に出て行き来できるかもしれない。あ、なるほど、その手があったね。だがクロスベル市方面は結界に包まれている状態だ。気づかれずに都市に入るのは不可能だぞ。ああ、分かっている。だが西の方ならどうだ。ロイドさん、
もしかして線路からベルガード門に潜入するつもりかよ。ああ考えたんだけど、一度ソーニャ司令と直接話せないかと思ってさ。確かに味方になってもらえたらこの上なく頼もしい人ですが。でも国防軍への移行については反対はしなかったんだよね。さすがにリスクが高そうだけど。私も同感です。もちろん立場もあるだろうけど、正面から尋ねても捕まるだけだろう。だがなんとか門に潜入して秘密裏にコンタクトが取れれば、ひょっとしたら本音を語ってくれるかもしれない。なるほど。ミレイユたちを見ても国防軍内で疑問を持ってる人間が少なくないのは確かだろう。あれだけ正義感が強い人ならなおさらかもしれねえな。うん、そういうことなら僕も反対はしないけど、ソーニャ司令がいるとしたら彼女もいるんじゃない？それがあったか。ノエルさんですね。話を聞く限り彼女の決意は固そうだが。分かってる。だが俺たちの進む道が恐ろしく困難なのは確かだ。彼女との行き違いにしても、いずれ乗り越える必要がある。それが直接やり合う形になったとしても。ロイドさん、確かに避けてばかりはいられないか。そこまで考えてるならこれ以上は言わないよ。とりあえずフェンスを外して線路に出られるようにしましょう。ああ。
私の番ですね。ここだ。よっしゃ。よっしゃ。いい感じだぜ。グッジョブです。戦闘終了。全員無事だな。
ずいぶん久しぶりだな、幸い。まあ、大陸横断鉄道が運休してるみてえだからな。あまりこっちに人手を割いてないんだ。そうですね。潜入するチャンスかと。ソーニャ司令がいるとしたら、3階の司令室か。なんとか人目につかずに、たどり着ければいいんだけど。いざとなったら、私が陽動して目を引きつけます。とにかく、上がってみましょう。わかった。でも、無茶はしないでくれ。うん。ノエル、どうして。皆さんの動向については国防軍の方でもある程度は掴んでいます。マインツ方面でレジスタンスと協力体制を結んだ後、次に来るとしたらこちらの方ではないかと漠然と警戒していました。やれやれ、参ったね。さすがというか、いい読みだぜノエル。当たってほしくはありませんでしたけど。ソーニャ司令と話をしに来たんですね。ああ、その通りだ。ミレイユ3位から国防軍に疑問を持っている者が少なからずいると聞いた。この状況を打開するためにも司令の真意を聞きたいと思ってね。ノエルさん、今フランさんは私たちと一緒に行動しています。もうすっかり元気で、ノエルさんとも会いたがっています。説を曲げろとは言わねえが、それでも私は皆さんをこの先に行かせるわけにはいき、国防軍の兵士として国家への抵抗勢力の潜入を見逃すわけにはいきません。ノエルさん、やれやれ、本当引き返してください。今ならまだ見なかったことにできます。いずれ争うことになるしかなくなっても、今はせめて。甘いなノエル。君が真に国防軍の軍人なら、こんな問答は必要ないはずだ。問答無用で取り囲んで俺たちを無力化すればいい。なのにそんな感傷めいた言葉で俺たちを晒せようとする、そんな甘い覚悟で本当に大義に準じているつもりなのか。ロイドさんいつになくきついね。はっきり言おう、ノエル。君は弱くなった。何の欺瞞もなく、ただひたすらにまっすぐいられる。今の君相手なら軍人じゃない。おいおい、何を。武装は自由。俺一人で君の相手をする。君が勝ったら俺たち全員を捕まえればいい。その代わり、俺が勝ったら君は俺がもらう。見ていられないってことさ、君が。君らしく荒れない場所に同じ仲間としてこれ以上放っておくわけにはいかない。勝負してもらうぞノエル・シーカー少尉。おいおいおい、そんなのありかよ。とんでもないで。何かの異能とか言わないだろうね。
確かにな。いいでしょう。私も負けられません。勝負です、ロイド・バニングス捜査官。ああ、かかってこい。ロイドさん、手加減抜きです。この勝負、絶対に負けられない。行くぞ。ああ、行きますよ、ファイヤー。ガッ、催眠弾発射。そこ。よし、えいっ。ああ、目標を撃破します。行くぞ、負けるか。まだやれる。それ。いきますよ、ファイヤー。電磁ネット投射。いくぞ、俺の番だ。えいっ。行きますよ、ファイヤー。さあ、行きますよ。負けるか。それ。はっ。またやれる。えいっ。はっ。行くぞ。またやれる。これ、ああ、無念です。悪いな、先に行かせてもらうよ。俺の勝ちだな。すみません、ソーニャ司令。謝る必要はないわ。ゲゲ、うん、気づかれた。あなたたち、戦闘の音が上の方まで響いていたわよ。一応人払いはしておいたけど。すみません。お久しぶりです、ソーニャ司令。ええ、本当にどんな理由で訪ねてきたか見当はついているけど、とりあえず私の部屋で話を聞かせてもらおうかしら。シビリアンコントロールの原則は変わらない。問題があるとはいえ、クロスベル独立国が成立して大統領という国家元首がいる以上、私たち軍人は勝手な判断で武力を行使することは許されない。そうですか。正規軍ってのは。それじゃあやっぱり歩み寄るのは無理そうだね。ええ、そうなるまで。そうでなくてもアリオス国防長官は優秀よ。仮にベルガード門の部隊がそちらに協力したとしても、彼の率いる主力部隊に反乱軍としてあっという間に鎮圧されてしまうでしょうね。そうなんですか。あのおっさん、指揮官としても優秀なんだよ。ええ、セルゲイの元部下だけど、さすが牽制と呼ばれるだけ断りに通じているみたいね。その戦略の巧みさ。
兄弟子であるリベール王国軍司令カシウス准将に通じるものがあるわ。正当性が揺らいだ場合、国防軍の対応はどうなりますか？それってそうね、どの程度かによるけど、事の真偽がはっきりするまで慎重に状況を見極める。その必要はあるかもしれない。なるほどね。となるとどうやってその正当性を揺るがせるかが鍵になってくるわけだ。ああ、こういうことはエリーの判断が一番頼りになりそうだけど、多分鍵はマクダイル議長じゃないかと思う。あ、お嬢の爺様か。確かクロスベル自治州の代表の一人になるんですよね。なあ、もう一人は他ならぬディーター市長だったけど、独立国の宣言にあたってマクダイル議長の意見を完全に封じられたと聞いている。その彼の意見が何らかの形で国内外に発表されたら、大統領や独立国の正当性はわずかに揺らぐかもしれない。そうなったら国防軍もいいところに気づいたわね。どうやらヒントを出すまでもなかったか。ノエル少尉、マクダイル元議長はミシュランだったかしら。え、あ、はい、お孫さんのエリー城とともに迎賓館内に軟禁されています。うん、ミシュラムの警備は確か赤い星座の部隊。国防軍の部隊は常駐していなかったわね。はっ、そうにゃ司令。あら、私としたことがうっかり部外者の前で。なんでもないわ、今のはすぐに忘れなさい。さすがソーニャ司令、気持ちがいいほどのしらばっくれぶりだね。それとノエル少尉、先ほどの一騎打ちだけど、甘いと言われても仕方ないよね。はい、罰としてしばらくの間無期限の謹慎処分とし、代わりにクロスベル警察特務支援課への再出向を命じます。自分に何が足りなかったか、そしてクロスベルの将来のため自分が何をすべきなのか、しっかりと見極めてきなさい。イエスマン。
ミシュラム方面の隙間を感知しました。プランさん、座標を送ります。もう、いつまで泣いてるの？みんなに笑われちゃうよ。なんだか羨ましいです。すみません、特定できました。ミシュラの保養地、ホテルデルフィニア付近、あのレイクビーチのあたりです。ふう、すげえ偶然だな。今度は優雅なバカンスとは言い難いけどね。あら、ひょっとしてみんなでビーチに遊びに行ったことがあるとか？ええ、通商会議の後ですけど。もう釣れないわね。そんな楽しそうなイベントになんで私を呼んでくれないの？いや、俺たちだって招待されたもん。今にして思えば、あの招待も何か思惑がありそうだね。確かに。いずれにせよ、次の目的地は決まった。赤い星座の部隊警備しているらしいな。ノエ、どのくらいの規模か。そうですね、一個中隊はいると思います。この人数で当たっても正直勝ち目はないでしょう。そうか、なんとか陽動して戦力を分散できりゃ。だったらここは私が。いや、ここは私が引き受けよう。元の姿に戻ればかなりの戦力を引きつけられるはずだ。サイト、そのいいのか。私はあくまでお主らの手助けに徹するつもりだ。お主らが仲間を集め力を蓄えつつある今、まあ最後の大サービスとでも思うがいい。そうか、ありがとうサイト。ああ、マジに助かるぜ。と言っても相当厳しい戦いになるのは。それでもミシュランには議長だけじゃなくてエリーもいる。万全の準備を整えて何としても二人を解放しよう。はい、およ、了解です。すぐに赤い星座の部隊と戦闘になれば補給もできない。万全の準備を。さて、私はテーマパークの方でせいぜい暴れてこよう。元の姿に戻ったら合図をするので、隙をついて屋敷に向かうがいい。
わかった。ファイト、どうか気をつけて。フフ、お主らの方もな。エイドスの加護。頼もしい。よし、こっちもまずはホテルのアーケードまで。いたぞ、バーニング。チッ、もう起き上がった。敵両兵さん、軍用魔獣さん、どうやらかなりの精鋭のようです。迎撃用意、連携して撃破。了解です。リサ、リサ、行くぞ。覚悟。俺の番だな。覚悟。俺の番だな。ありがとう。覚悟、せい。
早い。やりました。最強クラスの連中だ。全力で行くしかねえ。急ぎましょう。再度の陽動が始まります。ああ、アーケードに出るぞ。確か従業員も全員退去しているはずだな。はい、戦闘に巻き込むし。だったらゾム。通してもらうぞ。あと、最後は化け物じゃありません。
全力で仕留め。さあ始めましょう。わかった。覚悟。行くぞ。我が王者の威厳さ、うん、よしこれで、うん、よっしゃ、うん、はい。赤獅子だ、気をつけろ。全力で行かせてもらうぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、アイサー。承知します。行くぞ。覚悟。これで決める。覚悟です。行くぜ。ガッ。
行くぞ。それ。はい。いや。私の番です。リミットを解除します。私の番です。
私の番ですね。せい、任せろ。はっ、任せてくれ。へい、じゃ。よし、上出来だ。さすがですね。ランドルフ対アンタ、ダンにいた頃よりはるかに強えじゃねえか。まあ今の職場でいろいろと鍛えられてる。バカズの違いだろう、バカズ。毎日が戦闘漬けの俺たちよりバカズが上だ。どんな職場だっての。気つけろ、その中には連中の。気絶したか。ああ、完全に落ちては連中の。一体何のこと。トラップの可能性、もしくは別の敵。うん、わからないけど。回復が必要なら今のうちに処置しましょう。
いえ、何かの気配を感じます。うん、魔獣の類じゃない。侵入者を発見。正面に反応。ち、連中ってのはあいつら。対象者6名、特務支援課3名、国防軍シーカー少尉を確認。2名は不明。ただし戦闘力は A ランク以上と推測する。機械がそこまで。いざ酔いを展開。レジェネン国2型ブラマサ、これより全滅行動に入る。来るぞ。迎撃を開始します。歯ごたえありそうじゃねえか。それ任せよ。行きます。ガンガン覚悟。はっ、俺の番だな。よし、セット。はい、はっ、援護します。電磁ネット投射。
てくれ。ありがとう。
グマ駆動。俺の番だな。エイト。はい。エニグマ駆動。行きます。行きます。えいじゃ、お任せよ。はい。俺の番だな。ぜ、行くぜ。任せろ。俺の番だな。お任せよ。はっ。行くぞ。やっ。やっ。行きます。ドライブ開始。皆さん、大丈夫ですか？ありがとうございました。任せてくれ。せっ、はっ。行くぞ。俺の番だ。私の番ですね。行きます。お任せを。エニグマ駆動。俺の番だな。ぜ、俺の番だな。やっと。お任せよ。はっ。ありがとう。俺の番だな。ぜ。はい。エニグマ駆動。よし。エニグマ駆動。はい。せい。よし、上出来だ。やるじゃない。やつだな。結社というのは恐るべき集団ですね。ああ、あの赤い武者人形がここ。やはりあの博士が改造したんでしょうか。その可能性は高そうだね。
よし、これで障害は一通り排除できたはずだ。屋敷を捜索してエリーと議長たちを。何？この暴走してんのか。しまった、ノイナさん、させない。おら、はは、はあ、やれやれだね、エリー。エリーさん、はは、無事だったか。その、なんて言ったらいいか。とりあえず、ありがとうエリー。おかげで助かったよ。うわっ！よかった。本当によかった。無事でいてくれて。そしてまた会えて、もう二度と会えないと思ったから。なんつうか、声をかけてもいいんでしょうか。困りましたね。しかし君の時といい、つくづく彼も役得だよね。記憶にないです。あら、嬉しいんだけど、さすがにちょっと視線が痛いかなって。ちょっと待って、違うのよ。今のはロイドが危ないところだったから、つい夢中になってしまって。そうなんだ。あー、もう違うの。ティオちゃん、ノエルさんも誤解しないでね。はい、努力はしてみます。それじゃあリーシャさんは。あら、どうしてリーシャさんが一緒に。それにノエルさんもいるし、ワジ君はそんな格好をしてるし。その、いろいろありまして。どうやらそのようだね。議長、ご無事でしたか。それによっ、あんたらずいぶん久しぶりじゃん。いやー、ほんと助かったぜ。彼は私たちの後にベルに連れてこられたの。なんでもオルキスタワーの中枢にハッキングを繰り返したみたいで。あの女、マジ悪魔だぜ。よりにもよって動力ネットがない屋敷にこの僕を閉じ込めやがって。なるほど。確かにあなたにとっては一番のお給でしょうね。まあ、お互いの事情は後だ。どうやら私たちを助けに来てくれたようだな。はい、お迎えに上がりました。特に問題がなければこのまま脱出してもらえるかな。もちろんだとも。安穏としていられる状況はとうに過ぎ去っているからね。はい、よし、おじきどもの増援が来る前にとっとと脱出するか。退路を確保しつつメルカバに戻りましょう。それでは議長、ご決心に。
お変わりありませんね。うん、この中にも反対する者はいるだろう。だが、ここから始めなければ我々は前に進めないと思うのだ。クロスベル独立国の無効宣言か。でも具体的にはどのような形でその宣言を？市民や国防軍にも伝わらないと効果が薄いですよね。それについてはヨナがアイディアがあるそうです。あ、タングラム丘陵に動力ネットをレマン自治州と結ぶ実験用の無線ブースターがあるんだ。あそこからなら隙をついてハッキングを仕掛けられるはずさ。10分くらいならなんとか持たせられるはずだぜ。よくわからんが、要はあの街頭スクリーンなんかも乗っ取れるわけだな。はい、それと国防軍方面の全端末にもアクセスできます。ソーニャ司令の出した条件もクリアできるのではないかと。大統領サイドの正当性が揺らげば国防軍はしばらく様子見になる。ロイド、うん、ロイド君、独立国の無効宣言はあくまで私の考えでしかない。リーダーである君が反対なら実行に移すつもりはないが。いえ、お願いします。かつてリーダーさん、 IBC 総裁だった頃の彼は。結局のところ人は正義を求めてしまう生き物だ。なぜ正義というものは人が社会を信頼する根拠だから。政治の腐敗やマフィアの腐敗、それを警察が取り締まった。だからこそ私は君たちに期待したいんだ。君たちが君たちなりに正義を追求している。それが目に見える形で市民に示されることが重要だと思うのだ。ディーター君はそのこと。あったな。まだ1年も経っていないのに、すごく懐かしい気がします。あの時の総裁の言葉、あれが本心からか、それとも単なるポーズなのか、それでも俺たちの心に響くものがあったのも確かです。そうね、うん、確かに興味深い言葉だわ。ええ、ですから改めてあの言葉を彼自身に突きつけてみたいんです。俺たちのためにも彼のためにも。何も市民や国防軍の人たちが考えるきっかけにするためにも。分かった。今の言葉、私なりに噛み砕いて宣言に反映させてもらおう。はい、決まりだね。それじゃあ具体的な段取りを固めるとしましょう。ヨナ君、フランちゃん、技術的なサポートはよろしくね。はい、は、
せとけって。
用の無線ブースター。ここから動力ネットを発揮、後戻りはできない。心の準備はできているか。Thank you.
用の無線ブースター、後戻りはできない。実験用の無線、後戻りはできない。こちらもブースターの真上に来た。いつでも始められるぞ。オッケーオッケー。議長、よろしいですね。ああ、始めてくれたまえ。そんじゃ始めるぜ。無線ブースターより動力ネットへのハッキングを開始。クロスベル通信社所属、グレイス・リン報道記者です。クロスベル自治州代表、ヘンリー・マクダイル議長閣下です。クロスベルの市民諸君、およびこの映像をご覧になっている全ての方々に申し上げ、クロスベル自治州議会議長ヘンリー・マクダイルであります。皆さんもご存知の通り、先日前クロイス市長によりクロスベル独立国の創立が宣言されました。国防軍という軍事組織も設立され、新たな体制になれつつある人もいるかとは思いますが、ですが皆さん、毎一度考えていただきたいのです。果たして我々はこの事態を真に選択したかということ。無論現状についての是非は人それぞれあるでしょう。
それを皆さんに共に考えていただくきっかけとするためにも自治州代表の一人として私はここにクロスベル独立国が無効であることを宣言。おお、言っちゃったよ。でもこれで少しは動きやすくなります。ああセルゲイさん、あいつらの協力でしょうか。それ以外にはありえねえだろ。さーて忙しくなりそうだな。ここから先は私の方から数々のスクープをお伝えさせていただきます。まずは2ヶ月前に起こったクロスベル市襲撃事件ですが、この不快な映像は一体いつまで続くのかね。侵入経路はつかめたため、物理的な遮断を行っている最中です。あと2分ほどでしょう。街頭スクリーンについてもすでに撤収を開始させています。ほどなく市民も退却するでしょう。いい不意打ちでしたな。虚実を織り交ぜた妙手、老兵の意地といったところか。何を人ごとのような。君たちが議長を逃したからこのようなことになったのだろうが。いや、それについてはお詫びするしかありませんな。もっともこちらの主張通り全ての禍根を潰しておけばこうはならなかったはずです。巫女殿の機嫌もある。支援課の関係者に思い切ったことまではできない。歯がゆいですけど、市外の国防軍にも少なからず影響があるはずです。なんとか立て直してみましょう。ああよろしく頼む。では我々の方も本腰を入れさせてもらいましょう。兵ゆえにレジスタンスども、本気で狩らせてもらいますよ。私は結社の方々と連絡を取っておきますわ。教会の船と支援家たち何とかする必要がありますから。ああ。やれやれ、お父上はどうも思い切りが足らぬようだな。まあ辛抱遠慮とでも思っていただきたいですが、大陸全土の秩序を組み替える壮大なる計画、お父様一人ではどうしても限界がありますもの。だから優秀なスタッフがいろいろと力を貸しているわけだ。剣聖やあの御仁のような。そういうことですね。パパ話は終わったの？については考えてくださったかしら。ああ、お嬢さんの施設部隊のトップだったっけ。面白そうだけど今の環境も気に入ってるしな。やれやれ、俺の目の前で堂々と引き抜きをしないでもらいたいもんですな。あら、これは失礼。それではシグムントさん、今後の段取りについては以前お話しした通りに。ああ承知した。小僧、お前の方はどうする。俺はあんたらの仲間になった覚えはね。勝手にやらせてもらうぜ。ふん、まあいいだろう。バルド、その気があればとことん鍛えてあげるからいつでも来なよね。け
け者親子の間違いだろう。対等に渡り合ってるあんたも相当な玉だと思うが。後悔していますか、私の誘いに乗ったこと。なわけねえだろ。あんたがくれた薬のおかげで俺は力を手に入れた。誰もが使いこなせないような圧倒的な力をな。そうですわね。魔人化した時のバルドさんは、旅力ならば人として最強。私たちにとってもまたとないサンプルですから。せいぜい喜んでモルモットになってやる。あの野郎をぶっ潰して誰が一番か証明するためにもな。結界の解除方法が分かった。うん、それとあの3体のアイオーンの力を抑える方法をな。ズバリ鍵は大金にある。大金、どうや総員にあったものですか。それが結界や人形たちを強化しているってことかい。いや、強化しているのはあくまで司法の力のはずだ。だがおそらく現時点では司法は完全ではないのだ。その常識外れの奇跡を広範囲にわたって権限させるためには、得意な場に対大金同士による共鳴が生み出す場にな。あの大金にはそんな働きが。あの巨大な結界を解除できるかもしれぬし、ガレリア要塞を消滅させた白いアイオーンの力などある程度は抑えられるだろう。まあ断言まではできるかな。いや、試してみる価値はあるんじゃねえか。うん、あの結界と白い人形は最大の障害だった。その二つがある限り、クロスウェル氏を解放することは永遠に不可能だったからな。となると、とうとう総員ですか。ああ、古戦場に運ばれた大金は市内の中央広場に戻されたようだ。守っている場所だがな。そういえば確かにそうでしたね。どうやら月の総員はカンパネルラがいるらしい。そして星見の塔はハリアルロードがいるようだ。あの常識外れの女騎士か。正直困ったね。道化師の方は何とかなるかもしれないが、かの鋼の聖女が相手じゃ難攻不落としか言いようがない。そんなに強いのか。ああ、結社には凄まじい使い手がゴロゴロしてるけど、彼女はそういった達人たちとも一線を画している存在でね。まるで人の身では勝てないことが決まっているかのような強さだ。そこまで。和治君は教会でもドミニオンと呼ばれる特別な存在だそうだけど、それでも対抗は不可能なの。ああ、スティグマの力を使ってもあの鎧には通用しないだろうね。なんとか太刀打ちできるとしたら、うちの総長くらいか。だが大陸全土がこの状況だ。
そうなんだよね。こんな時にケビンがいれば少しは当てにできるんだけど。悩んでいる暇はない。この状況を打開できる光明がようやく見えてきたんだ。ここはあえて踏み込んでみるべきだろう。だな。同感です。どんな達人だろうと突き崩せる一点はゼロではないと思います。うん、そうね。こんな場所でつまずいていたらベルたちにも届かないわ。行きましょう。とうとう総員へ。まあ幸運を祈っておこう。せめてアリアンロードのいる塔は後回しにするがいい。彼女は愚か。戦を止めたちにすら帰り討ちに会いたくなければな。ウロボロスの紋章か。どうやら何らかの力で封鎖されているよ。皆さん、あれ、あの大口。とにかくあれの共鳴を止めりゃいいってわけだ。その通りさ。やれやれ、ここに来たってことはマイスターから聞いたみたいだな。ゴルディアス級最終型やアルカンシル襲撃の件で怒らせちゃったかな。ああ、ご立腹だ。まあ、自業自得かと。博士や両兵たちも飛ばっちりを食らった気もするけど。ここに来たってことはレモルガンイージ。結社の拠点防衛用の十人形兵器だ。とにかくぶち倒すぞ。了解です。強そうね。みんな気をつけて。わかった。いないがいない。お願い。任せてくれ。魔の黒鹰中光り輝く弾を持って大いに友を打ち払え。ははぁ、デバイン、クルセイド。
そこ。行くぞ。バースト発動。バースト。やっと。みんな大丈夫か。何か仕掛けを用意して、それもタチの悪そうな仕掛けの可能性が高そうだね。それでも踏み込むしかないと思います。ああ、腹をくくるとしようぜ。やはり何らかの術によって封印されているようです。いくつか種類があるみたい。両脇の扉を封じているのは結社のものみたいだけど、隠し扉を封じているのは教団の目の紋章みたいね。ああ、一体どういうつもりだ。とにかく探索を始めるしかありません。それじゃあ、
です。わかった。俺の番だ。えいっと。まだまだいける。みんな気をつけて。やっ、やっ。
行きます。ここだ。行きます。よし、やっと私の番ね。そこよかった。一気に行くぞ。わかったわ。やっはい。えい、ふっ。さっさと。ここだ。よっしゃ。よっしゃ。いい感じだぜ。ナイスファイト。負けられない。ついはい。行きます。えい。私の番ね。そこ。任せろ。任せてくれ。えい。いや。任せて。そこ。世話が焼けるな。はっ。うっしゃ。はっ。はい。任せて。俺の番だ。よし。任せて。行くぜ。戦闘終了。全員無事だな。やっはっ。先制可能。始めましょう。やるか。さてと、そこ。はい。ここだ。ふっ。私の番です。そこです。俺の番だね。せっ、いや。さてと。行くぜ。はっ。任せて。よし。はい。任せろ。はっ。100年早い。うん。
みんなチャンスよ。了解です。チャンスだ。よし、よし、上出来だ。さすがですね。負けられない。みんな一旦引くぞ。任せて。行きます。うっしゃ、はっ、うっしゃ、ふっ、さてと行くぞ。行きます。任せてくれ。行くぜ。まあこんなもんかね。私の番ね。そこ行くよ。先生、はい、任せろ。行きます。そこ援護する。畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳み。よし、上出来だ。やるね。
俺の番だな。ぜい。おととい来やがれってな。強そうね。みんな気をつけて。わかった。ライダー、行くぞ。今だ。行くぞ。こ。今だわ、みんな。
敵先生、気をつけなよ。了解です。やれやれ。
くよ。シュシュッハッさっさとそこです。行きます。はっ。あっ、立ち続け。あっあっ、やれやれ。シュシュッ。蹴りをつける。みんな一旦引くぞ。ダメか。任せてみんな。ごきげんよう。えいっと。チャンスだ。よし、よし、上出来だ。さすがですね。一気に行くぞ。せい、やっ。今だわ。みんな行くわよ。こんなところかしら。私の番ね、そこ。なんとかなったわね。
私の番ね。はい、行きます。ああ、行くぜ。ふっ、新手か、上等だぜ。さてと、そこ。私の番です。そこです。よっしゃ。ぜ。行くぞ。私の番ね。行くぞ。やっと。任せて。そこ。こんなところかしら。任せろ。行くぞ。